ここからは学校対抗〇〇選手権リフティング編です。今回は延岡学園サッカー部が挑戦、記録更新はできたのでしょうか。はい、何ですか。学校対抗〇〇選手権リフティング編。今日リフティングで新記録を目指して頑張ってくれるのは延岡市の延岡学園サッカー部です。イエーイ。延岡学園サッカー部は創部53年目。この春入部した新1年生を加え108人で活動しています。チームスローガンは百節不倒。来月行われる県高校総体に向け練習を重ねています。今日は早速挑戦してもらいますけども、今都城高校の14回が最高となっています。延岡学園、どんな記録を出してくれますか。やっぱりテクニックが秀でてると思うんで、10倍の140回目指して頑張ります。いやー頼んで、はい、テニス部が応援に来てますけども、はい、14回が最高です、はいはいはい、サッカー部何回目指してほしいですか。さすがに延岡のサッカー部なんでね、50回とか余裕で超えちゃうんじゃないですかね。ルールは簡単、5人以上で挑戦し、ワンタッチリフティングを1分終了時点で何回続いているかを競います。ボールを落としたらリセット、また1回目から始めます。選手たちにアドバイスをお願いします。はい、リフティングは明日の休みを信じて頑張るのみです。さあ、明日の休みがかかってます。皆さん何回ですか。何回やれば休みですか。明日15回です。少な、休みだ。1位なんで、1位なんで。あ、1位わかりました。じゃあ15回目指して頑張ってください。いやー新記録目指して行きましょう。さあ、県北にある延岡学園サッカー部が歴史を、またやる、歴史を塗り替えようとしています。チーム一丸となってパスを回しております。チームから選ばれた7人の選手たちが1回1回丁寧に回しております。右足、左足、頭を使う、また最初から3、4、5、6、7、8、9、30秒。前線です。最終です。さあ、もう残り少ないぞ、時間が40秒、あと残り20秒しかない。15、数を稼いで早く回せ、早く回して、早くパスを回せ、早く、10秒前、5、4、3、2、1。さあ、記録は明日休みがなくなる5回。5回。さあ、たったの5回でした。落胆の表情が見えます。明日練習になりました。君たちは記録5回、やってみてどうでしたか。いや、難しかったです。いや、応援が逆にプレッシャーでした。応援してる人失礼だろ、それは。なあ、はい。いや、本当情けないっす。さあ、ちょっと数が少ないんで僕もコメントがしようがないですが、さあ、これからの目標をちょっと言ってみてください。あ、まあ、総体も近づいてきてるんで、うん、しっかり総体に向けて準備していけたらいいなと思います。いや、今日からリフティングの練習してください。延岡学園サッカー部、テニス部、女子テニス部、全国目指して頑張るぞ。